はい、と2020年10月24日になりましたということで、音入ってる大丈夫、どうしたの急に、12時10分でございますということで、まあ、とりあえず行きましょうということなんですけど、うん、とりあえず左の感じを振り返しまして、右のデッキで、うん、まあまあちょっとね、うん、結構いろいろ遊びましたということで、こんな感じでございまして、計算迷っとんだろう、言葉詰まっとることは75の50、よかったね。117、67、ちょうど7が揃ったんでよかったね。今頭の中でそろばん中パチンパチンってやってたでしょ。うん。ちょっとね。んで、ちょっと待って。75の、ちょっと待って、もう数字覚えてないんだろ、お前。いらんこと言ったで。75の50。微妙？微妙だな。微妙だな。まあ、とりあえず行きましょうというか、で、こんなんですかさ、これ。昨日のガチャバグって言いましたか？あれの先生さ、要は Wi-Fi 環境が何、不安定な人ってさ、対戦中さ、結構落ちちゃいますよ。ちょっと今日からさ、よろしくに変えてみたんだけど、どうかな、予想そしいかな、なんかいいセリフないかなと思って。イケボとかさ、あ、真似されとる。イケボとかさ、萌え声とかさ、そういうのが、あ、みんな真似してくれる。どういうのがいいと思う？なんかいいコメントないかなと思って。イケボーって。ダメかな？ダメかな？ダメかな？うん。で、その先生じゃないですけどさ、その通信関係のやつ。あれだからさ、落ちたりした時ってさ、もう一概にさ、全部が全部さ、切断って決めつけてあげるのも、ちょっと無合意かなって。って思ったんですよ。どう思います？そうだよね。自得あれだもんね。あいつきついよな。メーテはちょっとあれだよな。あれ今ちょっとどういうことだった？見てなかったぞ。あれ打てるかな。後ろもう蘇生か。かなちゃんもこれさ、かなちゃん対策でなんか風のさ、恩師とかいますが、あと60何パーカットのあなた、あいつ、ちょっとコスト低い日のやついますが、あそこら辺並べてやってみたけどさ、きついな。これはましゃあないわ。しゃあないな、これは。まあ一応押すだけ押しといた。まあ、発動できたらラッキーみたいな。これはさ、コスト余ったで入れたんですよ。38後ろ入れてて、19入れてて、カナちゃん入れて、初手の18は別にどうよとかでもどっちでもいいわ。うん。そんなもんぐらいで。そしたら、あれでパレンケ入れれるのですよ。そんなもんであれにしたんかな。地味だけど、ちょっと吸えると思うよ。あ、いかんな、あれが俺でな。あれが俺で、ピサ君がおったでかな、特攻されるでか。カナちゃんが何、イベホでこれ出たこと、バターレが発動になるか。地味にめんどくさいと発動してくるね。これがでもあれだな、ここだね。カナちゃんがイベホで出たこと、それから書店のあいついますが、水変するやつ、なんとあれ、ブルーさん、ブルーフェイスさんだったか、あれが初手で使ってくる人そこそこおったりするから、2枠の色はなんか読めんのだよね。で、初手当然じゃないけどさ、疲弊する先生だとるからさ、どれに絞りゃいいかとかさ、いや、わかんねえだよ。まあ、こっちでも落としたいな。エンパーでかかってどんなもんあれだろう。なんだかんだでゴー君うじゃいわ。うじゃい。マンタケもうざいな。あれも、カット率高くないけど、40% で、ちょっと、見逃されがちな数字だけど、あれなんだよな。継続ターンが長いもんでさ、これちょっと、うん。なんだこれ、ちょっと待てよ。私じゃないといけん、これが。うん。私がガッサじゃないと。エンパで落とせるんかな、あれ。体力。2000ぐらいあれだと。2000、1800とか、うん、ち
ょっとわかんない。連覇で落とせるんだったら私ら二人でマンタケ行った方がって思ったけど。あれカットかかっとる。あれでもマンタケまで行けたな。お前ダメだ、お前。お前ダメだ。これさ、使ったるわ。あいつ一人だけだったら、私が使った方が多分硬いに。4回だろう。止めさせたい。うん、止めさせたい。これは止めさせたかった。どう思います？私はそっちの方が悪いかなと思った。あれでもね、要はあいつ以外が全部向こう飛んじゃうからさ。で、これやってみて思ったんですけどさ、こいつってあれなんですよ。このまま裸で使っちゃあかんのですよ。母さん、部長面って呼んでるやつ。私が勝手にね、部長面みたいに見えんす、なんか。前にゴー君の壁置くと、で、これやってみて、まあ私のアイデアじゃないんで、後で喋りますよ、デッキのところで。意外とさ、残せるんですよ、実は。ありがとうございました、ということで。さっきのシーンでもさ、4回攻撃、グイネスかかってましたが、で、ウーマンとかありましたが、ありがとうございましたが、ここで。何、ごちゃいましたって、で。これ、今回からこういう風にしてみたんだけど、サンクスありがとうにして、間違えた時だけソーリーっていうようにしてさ、間違えたりなんか自分ちょっとミスかなと思った時にさ、にしたんですけど、どう思います？なんか予想しいかなって、滑舌悪王だね。うん、これもさ、ちょっと待ってよ。これ左なんか手当たっちゃう。あのカメラに、小指が。腰が痛いね、なんかね。いや、お前の腰の痛さなんか別に何も、お前何も、重労働なんかしないやつが腰が痛いので偉そうなこと言うな、お前なんか。いかにもなんか。うん？現場で働いたみたいなこと言ってるけど。腰が痛いってそんな重たいもん持ったことないだろ、お前。うん？スマホより重いもん持ったことないだろう。これはあれだな。最終やばいな。カーターあれだぞ。水やられるとあかんぞ。水変だけはいかん。水変だけはいかん。し、これ、でも二人回復きついな。やめてー。やめて、二人回復は朝ちゃんきついんじゃないか。みやこちゃん二人もおるわ。これはきついだろう。どう？ああ、でも1500か。あれ、どっちなんだ？乱数なんかな？どうなんでしょうか？ちょっと待ってよ。これ、日本語の言葉尻的にさ、言い訳しとって変えよう。言い訳しとって変えよう。ここの色がほんとにね、皮変かなちゃんとかやったりしたんですよ。水変かなちゃんも思ったら何色にしてきゃあるのかなと思ったんだけどさ。まあでもこっちだもんな、そう考えてて。あれほんとにさ、こいつ。真面目に何？みんなで打ってかんと、かなちゃんほんと打てんよ、あれ。うん。一応計算上で言うと、だってあれだもんね、かなちゃん一人回復した時に、宇和島で乱数なんだよ。80いくつから100いくつぐらいなの、確か。きついでしょう、結構。あっち使ってくれたらあれだったね、なんとか。で、チャイナ持ったで。ここはもう諦める、ウェルク諦める、あれは、うん、あれは無理だ、あのコンビはダメだ。ああそう、
ヒーパレンケのやつもやった。ちょっと待って。これ俺残しとくわ。うん。冷静見てヘビもあの水だしな。ヘビに抜かれるもんな、あれはな、そこは。いや、なんで残すかってわかるでしょ。あの、後ろに置いておきたいってこと。まあ、出るのは分かったわ。これはもう諦めるわ、ここは。うん。その代わり次もらいたいね。うん。うん、これがここら辺でしょ、どっちみち。うん。まあいいよ、これはもう、みんな多分先に押してくれるみたいな思ってるけど、誰が押したって一緒だもんな。二重銃いったって水吸われるから、もうここは諦めだわな。タゲ取るけどあれだわな。気持ちだけだわな。計算してもわかるわな、あれはな。ここはくれもう。ここはくれ。全体あれだね。かけてほしいで。あなた、たけるの忘れとったでしょ。ちょっと、うん、忘れとった。忘れとった。もう一旦あったなと思って。ここは欲しい、もう、素直に。ヘビだけ耐えやいいよ。そう、そう。だってこれ、冷静に考えるとさ、カータンあれ4000ですが、ちょっと待てよ。あいつ、ちょっと待って、何回かけるんだ、風。ちょっと待てよ。ちょっと待て、あれ何回かけるんだ、あいつ。7回だったか風。確か。7回が多いな。米国か、あれ、米国の方がでも体力高いんだよな、これな。高いよな、こっちの。あっち蘇生入るから、あれ落とさなかんもね。自分も蘇生なんだもんな、あれ。体力的にでもあれじゃないか？あの、仏頂面の、あ、なんかすごい確証な、あれ。これ、あれ、どんだけあんの体力？ちょっと待てよ。あれ、どんだけあんの？ 1 万ぐらいあるんじゃねえの、あれって。8割ぐらい回復しとるから、どんだけなんだ、あれ。なんかかかっとったんだな、あれ。プラスが。ありがとうございました、ということで。そう、で、言いかけたんですけどさ、あの、仏頂面、いっぱい仏頂面出てきたらあかんけどさ、ありがとうございました、ということで。これ、どう？予想しい？なんかありがとうにしたんだけど。まあ、行きましょう、ということなんですけどさ、ありがとうございました、ということで。部長じゃ、部長ずら、もうほっと、神々だね。アナウンサーとかならんよね。いや、いいだろ、お前。イケボじゃないでなれんだろ。なんか、まあ、なんか上げ足取るな。あれ、押せんかった。ちょっと待って。部長ずら4089だけど、4000にしましたよ。で、ゴー君かけると 85% だから6倍ですわ。とすると、あれ、火で言うとさ、24000ぐらい与えなあかんから、実は結構抜くのきついんすよね、あれって。何も打てんな、これ。まあ、しゃあねえよ、こっちとくわだったら。どれも打てんがや、こんなもん。どっちみち打てんだったら、もう打てんやつ打ちといた方がいいよな。他のやつ打っといてくれた方がって思うんですけど、どう思います？一番打てん可能性アッシュでしょう。まあ22ならあれか。で、自分に行きましょうんだけど、ちょっと待てよ。田島にあれば打ってほしいよね。あの弾は火力あるから。カナちゃん、イベホン入っても、1400。でも4000ぐらいあるか。結構あるんだったら。
お前知らんかったんか。今ピチピチって言ったな。ちょっと待ってよ。あれで打てるよな。ちょっと待ってよ。あ、変えてくれたか。だったら行くわ。いや今あどうしようかなどうしようかなと思ったけどさ、だピサ君で一応あれ打てるはずなんだよ確か、スキル込みで。ただもったいないよなあの球は。うん、他のところで使ってほしいかなって。あれだね、オバキューあれなら水オバキュー、水オバキューって言った方がいい。水オバキューならでもなんか同じこと言ってるけど。味方残せたねあれ。今のあのメルクに対して。あ、よかった、マンだけかからんでよかった。一応蘇生の権利使わせれた。よかったよかった。マンだけ1個でも打たれたら多分ダメだろうなと思ったけど。あ、でもあんた倒せんかったんじゃない？なんかペチペチってなって今なってよ。これはおヘビーがおるから任せるわ。こっちもらっとくか、素直に。これね、あと、カータンベイル、ぶっちょうど使い出すとさ、結構こういう、なんていうんだろう、相手さ、色ばっか見とるんですよ。あ、風ばっかを、しめ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 みたいな。ヒーデルで、ほんといいよな、しめ。そういう目線ばっかりなんか見るようになってきた、だんだん。うん。水ヘビオールね。水ヘビオールのやつだな。これさ、ちょっと待って。これようやるんだわ、この問題。水蛇はダメだって。水蛇はダメ。水蛇オラナ使おうかなと思った。うん。まあ、使えんな。何でも稼いだ。まあ、しゃあねえな。ちょっと待てよ、うん、使えんなこれは。しゃあないもんな。まあ一応あれか、うん、これでもあれだもんな、完全に打っちゃうよな。あのさっきの問題、墓のやつありましたが、あれじっくり見はさ、いいんだけどさ、ちょっと出しますわ。ありがとうございました。であの問題なんかあかんのですよ。今日2回か3回ぐらいやらかしとる。でもこの前からやらかしとる。ずっと結構やらかしとる。ありがとうございましたということで。予想阻止？ちょっと待って、これ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 。普通ディビは別にあれじゃん。重大なとか重々しいって見てさ、あの一番下を押すんですよ、私。あー、しまった、墓、あー、しまった、あーってなっちゃうんですよ。墓の方しか入ってないんですよ、頭に。私の中にこれが、この単語が。うん、名詞の墓所の方しか入ってないんですよ。重大なとか重々しいとか入ってないんですよ。これが、うん、で行っちゃうんですよ下へ。今ピーポーピーポー言い出したの、お前の頭がおかしいって。なんかあれが迎えに来るんか。まあいいわそれは。あれもうあれか、明日、そうか、明日とか今日も日付変わったら誰か、月曜日だ誰かな。予想阻止、なんかこのセリフどう思います？予想阻止かなーって。言うとなんかさ、似たような言葉ばっか返ってきて、なんか言葉オウム返しにされとんかなってちょっと思っちゃったりしたんだけど。どう思います？あ、でも私もやるな。他の人ならじゃないけど、ハローって言う人だとなんかハローって言うような、やるな。ここだもんな、一番は。
whenever, given that, every each time, in case, in that. これ初めて見たんじゃね。今びっくってなったわ。every each time。私あっち行けよ、こっち。あっち行ったら撃てんわ、私。あれは。あれはちょっと撃てんわ、だいぶ。ほんならもうこっち行っとくか。うん。今の問題なんか初めて見たような、ような、なんか。で今のちょっとあれだぞ。あなた、回答遅かったのもあるけど、タゲのとこまで余裕いってなかったよね。一番右下げといてなかったよね。ここ結構食らうね。ましゃあないよな。ほんと良くないけど。まあ、おそらくしといたろう。どうだろう。って言ってもこれ実はあれなんだよね。ここで捕まる方がいいんだよね。蘇生もらえるから、アイカンか、1あれか。いやいや、水のやつがさ、回復してくれるかなって、今甘い考え思ったんだけど、あかんな。カウント1個あれだね。ダメだったな。ダメだったな。ゼロのままだな。まあ、しゃあないな。うん、しゃあない。ほんで？ああ、で、できちゃったね、あれが。ああ、ゴー君できたら私ダメだ。ダメージ入らんわ。ここでダメージ入るのガッサだけだもんな。ゴークでもほんと使ったらあれだと思う、あれ。不毛な消耗戦になるけど、まあもちろん遅延食らう可能性当然高いっすよ。あれでもあ、なんだあいつ。なんだあいつ、ちょっと待って、ふざけんな。ちょっと待って、ふざけんな。ちょっと待って、ふざけんな、あれ。ちょっとライオンふざけんな。ちょっとふざけんな。ちょっと待て。ちょっと待て、ライオン。1、2、3か。水に帰るな、あれな。水に帰るな。うん。3、3、3。うん。あいつ、毎ターン打つもんな。スキル。水。次の、あれって、今りってあれだもんな、いかんな。次のターン打つよな。何がかばいやすいなの？あ、水ダメだって。水はダメ。ビッセルって水絶対買えるもんな。まあ、押しといたろ。絶対買える。何あのライオン、なんかタゲっとるな、なんかあれ。ちょっと不届き者だな、あれ。ちょっとタゲっとるぞ。タゲらんでもいいのに、全体攻撃かかるんだで。しゃあないな。いやもう、分かっとったけど押しとったもん。しゃあないな。で、ここが、あとあれか。相手に蘇生がおらんかったのがまだあれか。救いどころ？ほんで最初にあとあれか。硬いのがおるとあかんやつですか。ああ、そうかそうか。それがあれなんだ。ちょっと待てよ。これさ、ちょっと待てよ。これあれなんだって、ミーティングで出てるやつ、電話のやつあるんだって、これだから。ちゃんと読まなあかんなって。三人で打てんな、うまうわ。貫突の数字だな、あれはな。どっちでもあれだけど。ペロっていう、あれのこと。バットマンのやつ。あれどっちみち二人打たな、いるでな、打つのに。うん。完全あれ、貫突の数字あるな、多分。
痛み分けだね。4枠にソースおったらダメだったね、あれ。ありがとうございましたということで。そうだな、オバキューンとか前日は、まあ、それはデッキの、あの最後にお話しいたしましたので、ありがとうございましたということで。でもこれあの、ありがとうございました。全然話変わりますけどさ、月曜日、まあ別にこれ3日でもいいだろうね。月曜日ってぶっちゃけだってさ、私夕方ぐらいまでほとんど対戦できんよ、あれ。いや、あの、汚染方。やる気なら別にあれなんだよ。張り付いとってさ、あの、8人ぐらいになったらシュッて入ったりしたらいいんだけど、すっごい真っ暗な感じよ。昼間とかなんか本当に。一試合やるのに、絶対あれだよ。それやってる間に結局なんか他のさ、あの、ゆるがりの空いたボックス埋めようかなとか、そういうことやってると結局なんか全然あれだよ。だったらもうめんどくさいで、夕方以降とか人が揃ってきてからでいいわって思うようになっちゃう。うん。だって朝とかお昼の時間とかその時間に合わせて張っとらなあかんだよ。あ、そうだな。学校会社あったら普通できんわな、そんなにな。お前だけだな。そんな暇なこと言っとんの。これがあの、あいつ、あの、頭でかくて目だけ下で取るあの日のやつ。あれかかるとほっとり打てんとな。打てんだけど、やってみましたよ。まあ、それで一気のところで、後でお話しさせてもらおうか。で、いたしましょうか。もう、カミカミだね。うん。あの、カット率は、でも結局、かなちゃんのあれなんだよな。あ、今一発でポコンって立ち回るな。うん、まあ変えるだろうね。本当にあれだな、おばけ、やっぱ全属性で何もかももらうな。なあ。まあここで耐えようとは思ってないですけどね。コストが余ってもったいない。なんか言い訳しとるね。うん、言い訳しとる。止めてくれ、あれ。ああ、でも風に変えるな。水に変えるんだったらもうこれ倒させて。素直に。どっちでもいいよ。色変身のかな。うん。さすがにあそこは届かんかったか。まだな、まあでもまだあれなら、うん、とりあえずは。うん、こんな単語出るか。カータン仏頂面の一番の敵は水だね。そう、あの巻いた、あ、水に変えるな、あれ。クソったれが、本当に、水に帰るか、ダメだな。これはもう諦めるわ。うん。しゃあねえな、これもう。これは頑張る。なんかさっきから水あれだな、ちょろちょろ。いや、自分が使っとってそう思っとるだけじゃないの。蘇生後を待つしかねえわ、これは。よくタイミングよくこんな、あ、でも数回あった、なんかほっとり遅延とか相手なんかうまーくできた、なんか何にもできんまま、ありがとうございました、やられっぱなしでさ、あった。39分。まだまだ、ちょっと肘痛いな。でもこれあんまずらす。あ、いいよ、大丈夫だ。あの、線が、あの、ありがとうございました。ほんとでもこれやっぱさ、ありがとうございましたけど、あの、
USB の線とか俺大事なんだね。ありがとうございましたということで、これでようやく今ずれんくなったもん。だからちょっと肘とかさ、体勢変えたりとかさしてもさ、今までほんとシビアでさ、姿勢動かすのもなんかすごい苦痛でさ、これどういうセリフがいいと思います？よろしくじゃよそそしいかな、どう思います？イケボ萌え声とか、はいーとか何まあいいわ、頑張るよ、頑張るぞ。この単語結構好きじゃない？なんかほのめかすとかさ、ここら辺のなんだこれ、漢字読みにくいやつ、隔離っていうの、こなんか意味合い的にさマイナスのイメージでさ、なんか、うん、まああなたがちゃんとそうやって覚えきってないからだね。かなちゃんは倒せん、倒せん、うん、諦めよ、こっちもらおう。かなちゃん行きたいんだけどさ、うん、だいたいかなちゃんで、ね、かなちゃんもっと倒せる数字じゃないもんね、2800の3400って。諦めた、うん、アンパー拾いに行くわ。私がピサ君行った方があれだったかな。あ、でこれカナちゃんは絶対あれなんだな、うん、あ、やめとくか、うん、ここは助かった素直にカナちゃんはでもほったらだねこいつマジで。いや結局使った方がいいという結論になった。風対策とかやったんすよ、いろいろやったんすよ。対策してたらどうかなとかやったんすよ。ちょっと待ってよ、と言ったろう、ちょっと待って、使うだろう、一発パチコンいかれるで、そのパチコンだけは。あれだけは、あ、魔女構成もやった。あ、まあ、それはデッキはもう最後に。うん、最後で。しぶてぇ試合だなぁ。あ、でもこのゴー君はでかいな。これだけどちょっと待ってよ。みんなにか。まあ、脇が打てるとは思ってないよ。思ってないけどさ。今日ほんと火力でマジでこれ押しにくいんですよ。いや本当にあの 60% なあ、連携はあれだけど、そこまでどう？届くとは思ってないけど、硬いなやっぱあの人は、硬いな本当は、風 100% しちゃうよ、ちょっと待てよ、みんなあれだなちょっと待ってみんなあのハンコ見た瞬間にもうあれだね、はばきたけるの諦めたよね今ねなあ、あー 100%、 あーまたあのなんだあれ 60% でどんだけ、あー何あの人知恵2つおる、ちょっとふざけんな、2だけいいだろう、ちょっと待てよ、3の2あれクラウで俺よし使っとく、 OKOK、 ちょっと待てよ、いいよ、ありがとう、スキル使わんといて、うん、ありがとう、消してくれて、カウント見してくれて、あれだったら私言っちゃうもん、うん、次はもう絶対もらう、次のターンだけは。親父だもん、もうスキルカウントないで。ここだけは絶対もらわなきゃ。できれば剣心打ってほしかったけど。ここはくれ、ここは蘇生いいぞ、使わんでいいぞ。ここはいいぞ、ちょっと待ってよ。ここは使わなんでいいぞ。ここはいいぞ、蘇生使わん方がいいよ、できれば。あの、大丈夫、大丈夫。あの、剣心だけなら耐える。うん。
うん、あのあれがゴー君かかっとるで、これは大丈夫。ここはあれだね、火あれか、ちょっと待てよ。あでもあれか、ここ操作でシーンとあれか、全体がないで、あのあれか、飛ばせんかったか、1ターン結局一緒か、ここで足止め食らうか。ありがとうございました。そうだね、今のさ、あのありがとうございました。カーターのとこで蘇生使わずに耐えるの自分分かったんですよ。あれは自分の中で確信あった、ありがとうございましたということで。なんだけど、あれやると、今度全体打てんから次飛ばせんもんね、あそこで。で、結局止まるよね。ありがとうございましたということで。ありがとうございました。うん。だから結局一緒だよな、結果。飛ばせんよね、あれ。いや、後ろからだってあんな、ガッテンの出てくると思わんが。あれ、連撃なかったら死んどったよな。死んどったというか飛ばせんもんね。ねえ。ねえって誰に言っとんの、何がいい、なんか予想そしいよね。どういう風のがいい、萌え声とか。なんか自分でこれカスタ、あでもカスタムコメントなんかやったらあれだね、避難中傷みたいなこと言うやつおるだろう ね切断するなとかクソったれポケみたいな、なんかもうあれだね、口汚いなんか言葉ばっかなる時あるからやめた方がいいだろうな、そういうのが。カスタム、ちょっと待てよ、なんでこんな簡単な問題出るんだって言いながら、前だろ、漢字がごちゃごちゃして悩んだろう、うん。これ問題ってさ、対戦よってさ、パターンプラクティス、プラクティスじゃないけどさ、ある程度取り取る問題ってさ、パターンってちょっと覚えちゃうとこないっす。あ、はいはい、あの並び、あれね、みたいな、ないっす。ちょっと待ってよ。ヒッター言っとるで。多分だけど、あの、あれ、メテオはヒッターで打てんかなって思っちゃったりして。だから、後から回答して流れ玉飛ぶぐらいでって思ったんですけど。シガーもそうだよね。あー、微妙だったな。23あれか。どんなもんなんだろうって、そっちあんた知ってないでしょ。宇和島ダメだね。絶対ここなんだな。あ、じゃあ私こっちとこ、うん、私で打てんもんで、ヘビ行ってあげてくれてもよかったかななんて思っちゃったりしたんだけど、ほっとりこいつ全部食らうな、何もかも。嘘でやられちゃダメじゃんこんなもん。おまけに上島かかったらあれ打てんしな、ダメじゃん。ちょっと待てよ、何あの人、ちょっとなんか遅延しようでしょ、ふざけんなってお前。Hello, follow, tomorrow, arrow. まあ一応こっちターゲットか。ちょっと待って、こっちターゲットか。うん。ごめん。Follow. 水がおるだ、そうだな。非日縁があれだもんな。いや、名前出てこんかな。飛んだでよかったな。一個足らんな。スキルカウント1個足らんな、これ。うん。まいったな。こっちだもんな。あの、あれだね。あの、一番、絶対遅延マンだね、あれ。あ、火が一人。たげるか、たげるか。黙っとろ。あ、たげられた、やっぱたげられたか。いや、そんな世の中甘くないな。甘くなかったな。で、まだここら辺あれだぞ。ちょっと待てよ。こっちあれだもんな。ここだもんな。これ私こっちとかちょっと。
を目的って俺試みるとかのがなんか私あれなんだけど、うまい本当にちゃんとコアな部分知っとるか自分の日本語のいいよりなんかお前あれだろう しようとしとるだろう。なんかあともう一個あれなんだな、ここがあれなんだな。次までが届かんってやつなんだな。際どいとこだね。これ下手に幽霊4人の方があれだろうな。1200、1200、1200の4800。机上の計算では届かんもな。ありがとうございましたということで、あれなんかかかっとるかあれって。1200くらいなんか1200、1200、1200の4800だったらあれだもんな。4800でプレンティなんかそんな2000も出せるわけないもんな。ありがとうございましたということで。あんだけ知恵くらったらあれだろうな。51分、あと3000ぐらいあるから、これ絶対9の時入れない。1人のやつだよこれでしょ。ちょっと待ってよ。あんでそのなんだあれ、なんだガチャのあれ言いましたが、やっぱりさあれ通信回線じゃない、通信回線じゃないけどあれの影響によってさ、今みたいな状況だとさ、もうちょっとでもさ、そんなに Wi-Fi 環境が不安定な人がおるかもしれんじゃないですか。そういう人が例えばなんて意図的じゃなくて落ちたにしてもさ、もうあはいはいまた切断ね、はいはいって思っちゃうでしょ。あ実は多分違うのもあるんだよっていうのを今日思った。その先生のコメントじゃないけどさ、昨日のあのガチャバグのって言ってましたが、ただそれ通信環境不安定な状況を作って意図的じゃない切断を作るってことはおそらく多分できるんじゃねえかなってちょっとね思ったんですよ。そうね、朝ちゃんとあれだったら打てるよね。私が朝ちゃん行ったら悪いかなと思ったけど、向こうのがしっかりダメージ出しとったね。あれちょっと待って、ちょっとあれ行きたいんだけどさ、ごめんだって問題ねって、そうだ最後まで読まなかぶこれ。その先に落ちたかどうかも私見てなかったか、問題の方ばっか目にいっとったわ。いやあれアザーとあの何単数複数じゃないけどあれやつ、あれちゃんと見んとさ、いやだから全部ちゃんと見なあかんって。またあいつおるな。ちょっと押すだけ押したら水に帰るな。よここあれだ、ここ遅延食らうとあれなんだな、次の後もあれだな、続けられるんだ。あれなんかさっきとなんか似てるタイプっぽいんだけど、これカウント間に合うもんな。まあ押すだけ押しとこう。本当はさちょっと待てよペーパーにたげりたいんだけどさいややられたよお前、仕返しみたいに思っとんだろう。そんなことないけどさ、次あれだよ、静岡ライオン出てくんじゃねえか、あれなんか。なあ、それで次、最後あれだろ、さっきと同じパターンじゃねえか、あれ。ちょっと待てよ、ふざけんな、ほんとに。ほんとに。ちょっと待てよ。参加かかるもんな、あれな。あの後ろあれだろう、ダチさんだろう、絶対。
これはなんか一個壁をかけたかったよな。あ、でも、あ、なんとかあれだったんだな。Turn in some today. Hold up, hold up. Stand in. Keep up. Lay off.ここあれ、あれ用に取っとく、私。カータン用に。バーさんはあれだで、いいな。3だけど、ちょっと待ってよ。ここら辺もらっとく？バーさんでもらわんでいいでしょう。そうだな、この 100% でまたあれだな、万竹あれだもんな、サンタ継続なんだもんな。これでここでもあれなんだもんな。私落とせんな、これ。うん。はばきと二人でいかなあれだな。いや、はばきだけで、はばきと二人で行ってほしかったけど、できれば。40分は無理。あー、生き残りであれかな。えらいいい数値出したで。風が一人の、これは取れるけど、いや、言っとくわ、これ。勝負した、勝負するしかねえもん、こんなもん。風かかっとるで、風っていうか、あれか、3人だもんな。よかった、よかった、よかった。OK、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 OK。なんとかね、ちょっと待って、こいつだな、こいつだな。火力的にこれだろう。7回攻撃だぞ、あれ。いや、でもここは終わるもん、絶対に。万竹かかっとうで落とせんな、あれ。これを言っとくか。私これか。際どいとこだな、これ。私はいい、火力的にあれなんだけど、あれなんだけど。ありがとうございました、腕なんだな。いい試合じゃない、最後、これ。いい試合じゃない、マジで。ありがとうございました、これ。あれ、ありがとうございました。向こう蘇生がおらんであれだったけど、蘇生おったらもうあれでアウトだったもん、あんなもん。ありがとうございました。ということで、これ58分、もうラスト試合だよ。あー、これあれだな、固まったやつ、もう一回入り直すか。58分、もう絶対ラスラストだね。最後なかなかあれだな、あれは。ああいう試合でもできるっていいよね。どうしたの急に、なんかどうしたの急に。だな、まあこういっとこう。うん、私あれだもん、熊の弾あれだもん、乱数だもん、確か確率悪い。今日は一応熊野さん、打ち漏らしてないけど、多分上振れ引いとるだけだと思う。だって1600でしょ。1600じゃ熊野さんダメだもん、確か。ちょっと待ってよ。これね、さ、これとカムのやつとさ、トゥードゥのやつさ、結構日本語の言葉的に好きじゃないんだわ。できるようになるとするようになるとさ、まあ意味合いはね、だからコアの部分はあなたが入ってないといかんというところあるんだけど、うん、ちょっと今ね、うん、悩んじゃったりね。肘痛めてた。
またなんだあいつら、あれちょっとなんかこれブームか。そっちの知らねえな。ちょっと待てよ、押しといたろ、一応押しといたろ、うん、いやあれだよ、うん、あのワンチャンあるが、あれあとこれさ、みんなが納得するっていうのあるんだよね、押してくれた方が。パレンケをメインに使っていくのはでも色変えた方がって思うね、ここはね、うん、素直に色変えるなあれな。色変えるよね、蘇生あるで。こっちでもあれだもんな、何もなんで使うしかないでな。うん、脅される前提で全体かかっとるで、水でも多分ダメだろうなっていうのは絶対思っとるな。あそうだな、902300、そうだ、3発の人だな。そうこれで、ちょっと待って、そこ行っとるか。これも後ろだもんな、ここら辺だな。これスキル単位1が地味にあれなんだよね。何にもかからんけど撃つしかないな。まあ一応あれかかっとるで撃っとくわ。ただ真ん中かかっとって何にも火力がかかってないで、これ本当だったらあれなんだよ、あそこ投げらずにミスリー行かなきゃあんだよな、うん、って思っとる。本当はね、なんか今のしくったなって思っとる。残数無視してあれ行っちゃったりさ、私ら行っちゃうとあれだもんね、沢先輩とかじゃ倒せんねんな。そうだよな。これ本当は打てんで、あっち行った方がいいんだよな。トジョリに使ったのか。途中に3人で撃っちゃ倒せるよ。あれは倒せんもん。馬は倒せんもん。ああ、ダメだったな。2人じゃあれだろう。ああ、いや、きつかったね。1200の900だもんな。あれ上振れかな。1200、1200でも多分あれきつい数字だよさ。あ、ちょっと待てよ。そう、あれは3人じゃないとあれだな。馬うが多分関東通数字だもんね。だってさっきと一緒だもん、絶対だもん。どう見たって。私がこれ言っとくわ。これなんか全然違う、あれ、あんま見てない単語出とるね。単語っていうか、あれが。あそこら辺が出とるな。なんか。見たことないってことないけど。ありがとうございました。ということで。そう。あの馬はさっき数値見とって分かっとる。うん。ありがとうございました。ということで。終わりだね。終わりだね。おやすにしといたんだけど。うん。さっきだ、そうだな。2人じゃあれだろうな、3人で歌うのあれだったろうな。ということで終わりでございまして、こんな感じでございまして、84の57でいい、微妙か。ということで
デッキなんですけどさ、うん、まあこれは、あ、これを言うよりあれか、これが本家なんですよ、を見たんですよ。まあ、一枠とかあれだね、どの先生か想像してください。結構こういうことやる先生だから分かったんですよ。そうだね、私もやったんですよ。かなちゃん疲弊にして、どの色にした方がいいかなと思って、いや相手が何風のかなちゃんばっか出てくるって想定して疲弊していくと、相手に水変を追って水変されたりとか、なんかいまいちどの色にしては合わんしなと思って。意味合いでも本当分かる、うん。今日だとそこそこ多分育ってきとんかな。初手を水あいついますが、なんだブルーフェイスさんか、あれ使ってかなちゃんとかそれから田島とかっていうパターンもあるから、あんまり火でなんか決め打ちできんだね。私も火じゃないかなと思ったのでやってみたんですよ。どれかなと思った、まあそこら辺はいいわ、うん。でこれがさ、こうやって例えばさ、飛変かなちゃんやって、で三枠にあれエヴァ入れてさ、でゴー君入れてさ、最後あれコスト的にさ今38入ってますが、ウーマ入れるとさ、あと7でさ153でアウトなんですよ。カーターンと思ってさ、ゴー君見えた時に思ったんですよ。もう後ろ絶対なんか壁、あのカバーを火入れてカバーやつだろうなと思って、ウーマその時はコスト計算できんかった、ウーマンかなと思ってさ、カーターンと思って、でその後の何思い出して組んでみたらさ、あコスト足らんもんなと思って、やってみたら意外とさ耐えれるんですよ。だってこれさっきも言いましたが 85% ですが、まあ6倍とりあえずで、これ4000ですが、4080けどめんどくさいで4000にさせてくださいよ。これ倒そうと思ったらさ、まあとりあえずめんどくさいから、相手火水にしとこうか。24000ぐらいいるんですよ。だってこれ6倍ってことはザクッとそれぐらいはいるんですよ。ってことは相手が何秘密でヘビとか、火のヘビでも、火のヘビじゃ確かダメだと思う。ダメだ。ああ、火のヘビだったらあれか。撃てるか。連撃系統じゃなだからダメなんですよ。全体攻撃と横殴りになるもんで。で、風だと 100% カットだから全く何にもあれですが。ただ全体だとあれだよね。ああ、でも全体だといいわ。自分の方全部吸ってくれるで。うん。だから意外と実は残せる。ウーマンより残せるんじゃないかなって使ってみて思った。ウーマンだと あそこら辺いますが、ミカ先生とか、それから月見とか、色変えれんすが、前にゴー君置いとるで。それやるんだと、ここで水変えてかなかんすが、水に変えてゴー君水にして、まあ、遅延食らわんからいいのかどうのか、その代わりすぐ落とされるから、っていうのはある別にして、そしてこれも水にしてかなかんすが、ウーマン使っていくと。似たようなコストで多分できると思います。水島もうちょいコスト安いから。もうそれすること考えるんだったら、こっちの方が三枠にこれだとエヴァ使えますが、とりあえずこのコスト、このハイパイじゃないけど、組んである構成だと。だったらこう、ウーマン使えるこっちの方がいいんじゃないかと、やってみたら、いや、意外にいいよねっていうことで採用しだして、んで、自分なりにアレンジしてこういう風にした。まあ私なりじゃないけど、絶対あれだね。火力使わずにあれだね。カバウか防御か HP 回復かなんか防御系統だね。4と5はもう確定で埋めて、かなちゃんを使った方がいいという結論なんですよ。私やっぱり思った。色がただわかんねえ。水にした方がいいのか、火にした方がいいか、風のままのがいいか。ケースバイケースの時はなんか多い。決めつけれんなんか。一枠で変えちゃって。相手がだって、見た時にさ、その話の続きじゃないですけどさ、うん、色が変えれんっていうの前提としてさ、最初初手絶対火の効果力とかじゃないときついかなと思ったんですよ。そしたらそこそこ水変えてくるとかおるんですよね。うん。2枠に継続させたいとか。いや、2枠の何水変して、あいつ、エトナとかさ、田島とか、それからカナちゃんとか、うん、やってくるっていうの結構見たんですよ。ってことは一枠別に風でもいいんじゃねえかなと。だって、あいつブルーフェイス3900ぐらいだから、朝ちゃんぐらいの火力ないと倒せんすことない。火で言うとね、メテオとかあそこら辺じゃ倒せんから、別にだったら風を追っても手持って浴衣にした。最初動揺とかって思ったんですよ。これだとあと3避けるから、あいか熊野丹の CR は入れれんか、22打で動揺までか。
同様ぐらいだったら別にメゼを倒せるからさって思ったんですけど、意外にユカタン入れて何ここでかばうっていうよりちょっと嫌がらせじゃないけど竹ずらしさせてった方が、うん、だって相手別に火ばっかだったらもう朝ちゃんか誰か、あの今回でベホのグラーツくんか7000円以上ぐらいの効果力で打ってかんと熊野タンとかで確定取れんすが、で今日私知ったんですけどさ、エトナじゃないメテオじゃない、なんてあいつあの風のなんだあれ名前出てこんわよ、ちょっと待ってよちょっと待ってよ、これこれアテナ、アテナで何あいつユカタンって倒せんだね、乱数にもならんでなれ、確か一発が完全吸っちゃうもんでさ、そう考えると置いといて嫌がらせしといた方がなんかあれかなって、水が倒せるからっていう意味で相手の、だから風が折っても悪くないんじゃないかなって一人ぐらいは、うん、って思ったんですよ。でどうよとかじゃなくて逆にユカタンにしてみた、うん、そうするとこれコストが今オバキュー44で入ってますが、1245埋まりましたが、151だからあと3、47枚使えますが、で47から見てたらこうやってコスト並べて、こんな感じに見てったら誰がいいかな誰がいいかなって見てったら使えそうなやつまあ別にあれだね、水が多いってわけじゃないもんな、今日あいつメルクが多いからあんまりセルフ蘇生でそこまでっていうとこじゃないもんな、対策してくってあるじゃないか、こうやって見てったら見てったらもう49でパレンケはまらんの分かったんですよ、パレンケ入れればパレンケがいいかなと思ったけど、あピカレアとかで落としてくってもちろん手はあるけど、ここまで組んだ以上もう全部防御で嫌がらせしたいですが、それはピカレア入れてくって、あでもそういう手もあったかもしれん、水蘇生もらえるし風が入ってないから遅延ないし、うん、で今日だとあのあれが少ないですが、ポディア、あなたがよく使うやつあれが少ないで、やっぱあれだね、メルクの影響だろうね、うん、これでもよかったかな、うん、隣にいるあいつでもよかったよね、光弁なんとかとか火のあれか耐久 33% だけど2ターンか、ちょっとカット率低いか、こんなあたりだよね、こんなあたり見ていくとなんか趣旨と違うし、三枠にウーマン置いてあって絶対発動できんもんねそんなバカなことしちゃって、うん、でオバキューになった、こんな風に田島っていう案じゃないね、ここまで組んだ以上田島組んでそんな何5億2回攻撃してどうすんや、まあ別にできた方がいいけど、うん、っていう結論になったんですよ、他にもっといい案があったかもしれん、ここら辺のコストで見てって、うん、パイセン入れて蘇生狙いとか、別に蘇生狙いってだってオバキューだってあれだもんな、全属性だから蘇生はもらえるもんで、ただ次のターンに何にもあのスキル発動してもかばえんっていうだけで、うん、じゃないかな、で別にあれだよ、モーシャンとかで落としていくとかそんな手も全然ありだと思いますよ、カナちゃん入れてってもあれだし、水の回復狙っていくか、うん、いろいろ発想はあると思う、ここら辺はまだまだ、うん、まあとりあえずそういう風になった、うん、2枠のカナちゃんの色を要は絞れんかったからですよ、なんかどれにしてやれなのか、1枠で火にしていくのか水にしていくのかっていうのがなんか結論が出んかった、その時その時によって、うん、私も本当にいいかなと思うんだんですよね、私火風って2枠って絶対風がやりやすいと思ったんですよ、進化パレンケがおるから、なんだけどこれカナちゃんの影響なのか進化パレンケ率がめちゃくちゃ高くないよなと、そうだな、コスト的にカナちゃんの方が美味しいもんね、でステも高いもんね、イベホ入ってで回復も入るんだから、これ3体4体打ったら本当クソだにある、本当に倒せんもんだってと考えたら田島とかで倒さなあかんし、田島入れるんだったら趣旨で違うもんね、これやっていくとこんだけあの防御系統ばかり固めてるのだったら火力入れてっていう話になるから、うん、でこんな風になったがメインデッキということで、うん、これが先制デッキ、これがヒントになったカータンで、でもこれね本当に使ってみるとなんか理解してもらえると思うんですけど、ゴークンの後ろにカータン置くやつ、これなんかテンプレに本当入れていいぐらい、今までだとゴークンウーマンか、それかゴークンのとこにあいつモズル入れてモズルウーマンとか、その前にポリアか、ただ今日だとちょっと水対策って感じじゃないよな、の3枠なんかメルクでゴールスター、メルクかばなんかヒパレとかじゃないと無理だもん、ヒパレにしたってあれだもんな、チームは食らわんけど別にエンパとか使ってきたら完璧にかばえるわけじゃないからさ、
そこにコスト4、まあ、それもその手もやった、うん、ありだと思う、うん、まあ長々となっていこうか言い出したきりないね。そうで、その引っ張りじゃないけどこうしてみた。先生バージョンとは違う。先生バージョンは書店にもうちょいコス、あの、ね、火力出せるやつ置いて2枠をあの、あいつにしとるよね。なんだ名前出てこんがい。ラム風でいますが、コスト20以下のやつね。あれにしとる。その代わり書店のコストを高くして、うん、よかったら持っても殴れるというふうにしてやる。私は最初考えたからずっとこれだったかな。二枠の選択肢はこれしかなかった。というか、かなちゃんが風で、何、高いからさ、あれ、さっきも言いましたが、かなちゃん一体だと、宇和島、なんかシャーシャー言っとんな。お手洗いなんかシャーシャー言っとるぞ。うちのもんが。これで80いくつから 100% ぐらいのすっごい確率の悪いランスで倒せるんですよ。かなちゃん一体で回復されて、相手風なのに自分火なのに。最初また乗るかなと思ったけど、かなちゃん多いし、計算してみるとかなちゃん使った方がいいよなと思って、うん、味方を残せるっていう可能性もありますが、誰が出てくるかわからん味方を、うん、だって火で何2枠あいつで、これ、名前出てこん。ドラグーンか。うん。5100あるなら、かなちゃん落とせますわ。ただ、水編とかあるわね。水かなちゃんとかもおるから、一概にはいけん。うん。火で正解っていうわけではない。一応は風のかなちゃんを想定しとる。裸で使ってきて。うん。っていうのが、まあ、あれかな。セオリーじゃないかなという想定として。これだと、エズナも落とせるし、そこそこは落としていけるんですよ。進化パレだけだね。きついな。あれがあった時はもう諦めるしかないけど。ただ3はかばっていくのあれですよ。火しかもうきついんですよ、本当にこれ。水だとメルク等倍になるし。まあ もちろん水だとエンパとか、それからあれか、ピカレアとか、の時良かったって言うだけど、あいつら来たらもうほぼほぼ何、壊されて、8割ぐらい壊されるか。で、他のやつらとかに持ってかれるから、あれはもう諦めるしかないな、当たったら交通事故と思って、そんだけ向こうもコスト最適とんだね、それは。うん、これがまああれだったかな、私は。うん、っていうのが、他の、まあいや、順番に行こっか。うん、これがまあまああれだと思う。うん、ただ先生みたいなあんなあれだよ、跳ね上がった勝ち方はしてなかった。多分これだと6.5 割ぐらいじゃないかな、体感で。レートで言うと350ぐらいが最高値ぐらいで、300ぐらいとか290とか、そんなあたりをなんかうろついとったかな。高めで350超えぐらいが見えるかなってとか、そっから伸びていくってわけじゃなかった。だからあれなんかな、別に同じデッキやりゃ同じ風に勝てるってわけじゃないけど、初手重くして2枠薄くした方が良かったのかなと思って。うん、それか1枠を変えるとか、浴衣にしちゃうとか。水編はこれ入らんか、コスト的に入らんな。2枠あれ使ったで、水だったら2枠に火入れる必要ないもんな。おうかなというとこです、うん、ただ残数ずらした方がやっぱあれかなと思ったら、素直にかばって、うん、ハンコで蘇生して全体かけてって、うん、これも先生スペシャルの応用じゃないけどさ、まあ、私なりにアレンジした。やっとこに全体かけたらさすがに吹っ飛ばされたわ、魔女は。それ以外のとこだったら、水とかあるやつだったら結構かばえた。水にされた方が逆に楽だった。うん。結構なんかみんなびっくりしてるのがコメントみたいなの多かったけど、90% 魔女にかけると結構きついよ。水にしてって。一見魔女火だからさ、水にした方がいいと思いますが、でも 90% は引きずりとんだよ。90% って10倍だよ。で、こいつもともとカット率高いですが。そういう意味で意外になれたね。よかった。やってみて。うん。先生バージョンの応用をやってみた。2枠だけ違う。2枠がやっぱ私、かなちゃんかなと思って。強引にかなちゃん入れる構成にした。うん。こんな感じにして。ただ、後ろあれだね。引き継ぎがないから、ウーマンのところで。そこがあれだね。火特攻されるとやられるね。うん。そこそこはやったけど、うん。これがまああれかなと思っとる。うん。今日あれかな、私、ゴー君、今日の思ったのはさ、使った方がゆるでさ、かなちゃんはまあ使った方がいいだろうって。
ゴークも使えるのは使った方がいいだろうって、モズよりゴークの方がいいかなと思った。でウーマも使った方がいいだろうともずーっと思ってたけど、カータンの方がいい、カータン使うのがいいんじゃねえかなと思ったんですけど、ただカータン使えば前に壁置かなダメなんですよ。ゴークも置かんとダメなんですよ。裸で使ったらダメあれは、うん、あそうすると右のセットにするか、ウーマ使ってくんだったらモズル入れるとちょっとコスト的に前の方組みにくいんですよ。やっていくとウーマンの前にあれか、あのゴー君置いたやつがそんなに良くなかったんかな、私そんなもんでそこら辺であれか買い出したんかな、でこれにしとったのかな。これが逃げ道だった。とりあえず遊んでちょっとなんか負け出したここら辺行って、でまたなんか他のなんか探索しながらみたいな手やっとったんですかね。でちょっと待ってよ、うん、こんな感じでちょこちょこ変えとったんですよ。とりあえずゴークンウーマン固定にして3枠をどうしよう、あそこらこれがね今あの17ですが、さっきも言いましたが右のゴークンカータンかあれならいいんですけど、ゴークンウーマンにしていくと3枠のとこあの20いくつのエヴァかあれが入らんんですよ。秘変のカナちゃんにしていくと、うん、そこでちょっとだからエヴァも入れたいし、カナちゃんも使いたいし、ゴークもウーマも使いたいし、そうすると所定を安くしていくかっていうとこかなっていうとこで、なんかごちゃ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 悩みながらじゃないけど、変えながらいいのを探しないかなと探しとるところですかね。まあ、ここまで行くのは3枠メルク使わずに逆になんだろう防御構成で行きたいけど、このコスト先方だとウーマンとかあそこら辺使えんもんね。で安っぽい風の20ぐらいのカバーを使ったってあんなの効果ないもんね。だったらあれだろうな、エヴァとかで 50% ぐらいカットとかかけてった方がまだあれだろうな。ああ。か、もう、いっそのことをポディアで引き継いでいくかだろうね。そうすると後ろゴー君という趣旨じゃないもんね。っていうとこがなんかあれかな、カット型ジレンマかな、というとこで。そう。そんなにモズル良くなかったんですよ。うん。壁がないとかあんだろうな。あれで何風、モズルあれですが、風、ん ?3 万5000ぐらいだったか、あれ、同じ単にゴー君おると強いんすよ。でもこれだとあれだもんな。3枠にゴー君置くなんてこと無理だもんね。こんな落ち構成みたいなさ。体力ないやつ並べてるので。所詮なんか特に落とされる前提だもんな、あんなもん。で37コスト最低モズル使うんだったらゴー君使った方がいいんじゃねえかなって思っていた。っていうかこれここら辺が、ね、モズルウーマンがそんなに良くなかった、うんうん、そんなもんで、うん、苦戦しとったんですよ、うん、苦戦してるというか、 なんか自分なりになんか納得いかんかった。なんかいつもだとモズルウーマンやっとってもそんな悪くないよなと思ったけど、今日あんかあんまあれだよなと思って、カナちゃんの影響なのかメルクの影響なのか分からんけど、別にあのヴィッセルとか多かったわけじゃないしさ、3枠があれなんだろうね、水が少ないっていうところもあるだろうね。セルフ蘇生のガッサとかって水でやっていくっていうのがめっちゃ多かったっていう印象ないから、そこのあれだよな、引き継いでもあんまりかばう効果が薄かったってことだね。4枠から後ろあれだろうな、ヴィッセルとか使ってこんかぎり水がそんなおるわけじゃないもんね。そういうことでございますということで、うん、こんなふうに思ったんですよ。水に変えてウーマン水にしたらどうかなと思って、やっぱ壁作った方がいいわ、かばっていくんだったら、うん、ウーマンだけだと完璧に安定ってわけじゃないね。絶対そこで蘇生を使わさずにかばえるってわけじゃないね。ゴークンカーターの方が一番なんかそういうことができたって思っとる、うん、って思いません今までの対戦の中で。まあ、いいシーンばっかあったかもしれんけど、うん、って思ったんですよ、うん。そうね、これぐらいまでいくと、モズル使ってエヴァ入れると、これが限界だった、所定の。あの、自得か都市事故か知らんけど、あの2400は打てんわ。メテオが倒せやいいんだけど、そんなに世の中甘くないもんで、うん、火力的にあれが限界だったら、ユカタも入らんし。これ初手が明らかにあかんね。うん。私そこまでやっぱりモズルかけてウーマンやったからってかばえたってわけじゃない。うん。水のあれか、いや風の3万いくつじゃないけど80何パーター
6倍になるか、 5% カットか。入れてくよりはまだあれだな、ゴー君かかっとった方が、ゴー君かかるってことはだってあれですが、月見に対しても効きますが、要はあいつ全属性ですがね、火の 85% カットかかるから、まあ風でのどっちでもかかるけど、うん、カット率は一緒ですよ。一緒だけど自分だけじゃなくて他にもばらまけますがって思った。いつもとちょっとだから違うかなと思って。これ悩ましいとこだけどね、コース的にね、いろいろできるから。エヴァ使って構成坂行ったらエヴァでしょう、ポディアでしょう、でパレンケとかコスト重いとこで、でパレンケとか使っていくと、もう後ろあれだろうな、半個入れて全体っていうふうに多分なっちゃうと思う。あとは色を何色でいくかね、水でいくのか、風は遅延食らうからあれだけど、今日は私は火の方がいいかなと思った。メルクが俺で、で逆にあれだね、パレンケ捨ててポディアとか使ってくんだったら、後ろあれだね、ゴー君とかモズルで、でウーマン引きずるか、今日新しく発見したカータン使っていくかとか、そういうとこだね。まあ別にあれの後ろあれだね、全体入れてたらありだよね、全然剣士に入れたって、うん、ありだと思います。そこら辺とこの戦いだろうね、うん、組み合わせがあれなんだね、だんだん増えてきて、いろんな、なんていうならコンボじゃないけどやれるようになって、で特に今日だとカナちゃんも使いたいというコスト的な問題もあって、うん、なかなかあれなんだね、自分の中の最適化を見つけるのが種類が多いもんね、難しいんだろうね、という結論でございます。ということで、うん、これをそこそこやっとったんですよ。これもそうだな、6から 6.5 とか体感の率的にいいんじゃねえかなと思ったけど、そんなことない。余ったコストなのでしゃあないもので所定赤キツネ入れたけど、悪くはないかなと思ったんですよ、見た目的に。エヴァも使っとるし、カナちゃんも使っとるし、ゴー君も使って、ウーマンもとか、そこまでウーマンとかでめっちゃアンパイでかばえるってわけでは。カータンとか使うとは何、ゴー君をさ、ギリギリまで貯めて使うっていうやり方はしとった。いや、カータンだけだとダメだっていうのは分かっとるから。うん。ゴー君の壁があれば止めれるけど。逆にウーマンだとさ、ゴー君の壁なくてもワンチャンかなーって使っちゃう時は結構あった。その差もちょっとあるかな。ギリギリまでだから引き付けた方がいいかもしれんね。あそこの一旦はもう絶対持ってて、蘇生を使わせんみたいな。うん。蘇生使ってかばっとんだったら結局一緒だもんね。空を落とされとることだね。かばいてないってことだもんね。味方の蘇生発動させとるってことだもんね。もちろん自分が何、対象が火だからさ、ね、非蘇生だったら使、ウーマン落とされたら使わされちゃうけどさ、それでも味方の2体とか3体とか残せるんだったらさ、パレンケの時みたいに、パレンケだってまあ別に全部が全部残せるわけじゃないですか。何を言おうとしたんだ。そう、だから、なんだ、意外に蘇生を使わせちゃっとるから、あんまりなんかかばうとしての効果がなくて、だったら蘇生の 100% 蘇生の方がいいんじゃねえかなっていうような感じだったかな。突き抜けるデッキでは完全なかった。うん、想像よりかばえてないと思った、うん、いいかなと思うんですけどね、いいかなと思ったんですよ、これしかねえかなと思ったけど、うん、まあね、いい勉強でしたということで、うん、で継続率とかに見て、なんか竹島とかにしたけど、ウーマン使っていくんだったら逆にあれだよ、ゴー君とかでもその一旦だけに、なんて言うんだろう、集中して耐久を上げていった方が多分いいと思う。あそこ竹島入れるんだったら後ろとかもっとあれだろうね、違うやつとかにした方がいいだろうね。継続率でも 40% で3ターンでこのスキルじゃないけど捨てて、でなおかつ2色あるって結構優秀だろうねこれね。弱くないもんね。2500コスト23に対して。で、2色あるから蘇生でも引っかかりやすさあるし、まあもちろんその分遅延のかかりやすさもあるけど、全体もらえるという可能性もあるから、うん、弱くはないと思う。後ろがちょっとこれだと違うかなって、うん。使い方としては。これはもう逆にコスト余ったもんね。メルク入れるなら。所詮あれ咲いていくしかないよなって。なんかもったいないかなと思ったんですね、これだとね。やっぱ違うな。ウーマンとの相性はあれ、竹島良くねえんじゃねえかなと思う。カット率が低いから、単純に。40% だけじゃやっぱ持ってかれるときは持ってかれる。素直に。
どっちみち最後なんか全体かかったりしてね、連撃とかの何応酬じゃないけどそこら辺のとこのあれだもんね、バカ試合だもんね、月見とか絡んで、うん、こんなんも組んでみた。要はセルフ蘇生して全体かけて最後まあ守ってこうみたいな、うん、あいつの風が折ったらもちろんアウトですけどね。馬運もただあれだろうね、前に壁作った方がいいだろうね、この場合で言うと風カットか。ただ問題なのがあれだね、あのなんだろう、風の 80% とか 85% って確か強豪先生とかですが、ガウガウも水でしょう確か。でなんだケネスも、ケネススキルターン読んだけどあれ水でしょう、引き風でないよね確か、継続して風のカットを上げるってやつ。そういうやつがおるんだったら多分馬も使えると思う、なんかああいう合軍コンボじゃないけど。それがないもんでこんな風にしてみた。これ何全体かけて確かにいいけど、あの2と3のあれだな、水にするってとこだな、かなちゃんに対して非常に弱いってとこだな、そこだな、かなちゃんに有利取れんってことだな、有利取れんとこ不利取っちゃうってことだな。そのかなちゃんの話は後でしますとして、うん、まあこれも似たようなですよね、初手を変えてみたいな、メルク入れとるからみたいな。だからゴークンウーマンに固執しとったらなんかあれなんだろうね、他のとこ見えんかったんだろうね、ずーっとそれを組まなかみたいなと結局こんな風になるんですよ。かなちゃん入れるとサンボナーにするか、エヴァ入れるんだったら初手薄くしなかんしっていうようなところかな。あんま薄くするのも持って逆にあれか、メルクにしてみたってところか、落とした方がもうあれかな、なんかかばえんのかなみたいな、ヒーパレンケ使っていくとコスト使うしみたいなっていうのとこだったかな。うん、で余ったもコストあんま余ったまで白入れたんですよ。まあ火で1万ぐらいあるとさ、なんか耐久代わりにならんかなとか、そんなによくないね。うん、三枠のなんか全体とかあったりしたところで他のやつらが体力多いから城とかたげてきたら落とされるから、あんまかばう効果はないよなと思って、1万のかばうとしたらどうかなと思ったけど、コスト40で1万のかばうっていうのは高いよね、三枠の数値じゃないよね、2万以上は欲しいよね。それぐらい HP 回復して出せるんだったらいいけどっていうとこっすね、うん、ちょっとこれ違うなと思って、蘇生もらえるかどうかなみたいに組んでみたけど、コストが余ったもんね、結局こんな風なんですよ。あと3で40だから40の中、40以下でパレンケとかお化けを使えんから、こんな風な選択肢になっちゃうから、なんか違ったな。悟空マンがそんなになんて言うんだろう、安定してかばっとるわけじゃないからっていうところでしょうね。木の進化ったんだろうね。まあ、これも一緒。余ったコストがもったいないから、いや、何、ギリギリまで入れてみたってやつ。ね、めっちゃくちゃ悪いってわけじゃないけど突き抜けていいってわけじゃないな。意外にウーマンが実は罠だったかもしれんごめんなさい、もちろん勝ってる人はおると思いますよ、うん、おると思うけど、あの400ぐらいの突き抜けデッキは今日はあれだよ、2つだよ、あのゴークンカータンか、それかあのヒパレからの反抗全体、どっちかだもん、見た自分の見とる範囲の中では。うん、まあ、他にあったらごめんなさいですけど、うん、全部が全部分かってるわけじゃないからね、手を持っとんすけどね、うん、そうだ、だって私やっとって、だってモズルウーマンとかゴークンウーマンとかだって結構やっとった割にはそんなに伸びてたわけじゃなかったの、めちゃくちゃそれでボロボロになってくってわけじゃないけど、400を目指していけるっていう構成とは思わんかったね、うん、いける気はしんかった、うん、せっかく上がおるのは見ていきたいですがね、うん、今日はあれだろうね、やっぱメルクの影響とカナちゃんの影響でセルフ蘇生が減っとるってことだな、3枠が、まあ、もちろん水いますよ、水編とか結構何蘇生もらいに行くっていうところで、ね、水編置いとる人が結構おるけど、いつもほどなんか強烈じゃないね、うん、パレンケと一緒にこれ何発動させたらポコポコって引っかかってくるって、そういう状況ではなかった、なんか、うん、ほんと死にすくりじゃないけど、ここは諦めて後ろに引き継いで後ろで持ってくっていうか、だからあれだな、魔女の方がいいかなと思った、やってみて後ろ、
モズルにしちゃうよりは逆にこうやって引き継いでって意外に何か変わっていけそうかなと思う。そんなことなかった、うん、だってよかったらこれでやっていくもん。一見見た目なんか良さげに思ったんですけどね。カナちゃんも使っとるしウーマンも使っとるし、2と3がど、あ、3と4がどうかなと思いましたけど、5くんの方がいいかななんて思ったけど、うん、まあ、組んでは見たけど、でも確かに食らうときは食らうけど難しいね。止めたから落とせるってわけじゃないし、やっぱあれだもんな、遅延って何、止めやそれでね、儲けもんじゃないけど、止めれんかったらあれだもんね、これ水変えられたら逆にペコリに火だって損だもんね。コスト30とか割と重いかな。結構水変折ったからあれだね。4枠だってそんな、なんて言うんだろう、ずれ込んだところが水変されるってとこあったから、遅延で行くのもなんかリスキーかなと思って。まあこんな感じに組んで、いや、これ何、かなちゃん対策したらどうかなと思って、っていうふうにこんなふうにやったんですよ。要はかなちゃん対策っていう意味。風よこれだとあれですが、音痴でカットしてて、で、生き残ったかなちゃんも止めたれみたいな、とりあえずその絡みを、これもそうですが、ね、カット率高いやつ、コスト安いけど、2枠に入れて、で、3枠かなちゃんに生き残りじゃないけど、エンパイア倒してけみたいな。すると結局かなちゃんに有利取られて、その分こっちが何、一歩後ろにというか倒されちゃってあれなんですよね。残数差がそこで相手に対してカナちゃんに負けちゃうっていうかな。だったらもうカナちゃん使った方がいいかなと思ってさ、これやって思ったんですよ。いやもう風対策してカットして、うん、でカナちゃんをなんとか取れるかどうかなってやってみたんですけど、相手の向こうのが残るんですよ。当たり前だけど、一見これって60なんだ、これ60% カットの 60% だ 2.5 倍か 50% カットでそのまま2倍かっていうのは両方風に対策、まあもちろん色変がないっていう前提でね、しとるようなふりなんですけど、かなちゃんもだって実は 40% 回復だと体力満タンだったらあれか 20半分であれか 20% とかだけど、かなちゃんさ当たり前だけど自分一人だけじゃないですか。使ってくのあのマイナーみたいにさ2体3体当たり前でボンボン並んできますが、それがイベホ入って、これだってイベホはかなちゃんあれでしょ、3400の1700だから5000でしょ、強いわな。で火力2800の1400だから4200、強いよな。5000の4000ぐらいだもんね。でそれが HP 回復していくんだよ。それ50%カット、だ50%カット、60%カットって、いや確かになんかそんな何耐久値上がりそうだけど、 HP 回復だって地味に高いよね。それが2対3体とかひどいと4対5体あるんだよ。勝てんわと思った。対策したらいいんかなと思ったけどさ、でエトナで打っていくとか思ったんですよ。ヒダであの得意属性そのエトナが体に対して、でも計算してみてもだったらカナちゃんをなんていうんだろう、ワンパンで倒せるとこじゃないし、コスト差がでかいですよ。カナちゃん29でエトナ50とかでしょう。倍ではないけど、1. 何倍とか 1.5 倍とかそんなもんぐらいあるやつをやってって、有利取れるわけじゃないしさ、2体とか落ちて倒せるとかないけど、やっぱあれだって、属性不利なやつにでも一発で倒されんとかいう要素がある、やっぱイベフは強いわ、素直に。使った方がいいかなと思った。色を何にするからもう、その人の好みにありますけど。うん、でこれやって思った、まあ、確かめたかった、かなちゃんを使った方がいいのか対策してた方がいいのか、使った方がいいっていう結論になった私は、うん、最初に作ったやつかな、ちょっとずれとったね。200水ではないな、やっぱかなちゃんだな、対策するな。私宇和島で俺思ったんですよ、組んでから宇和島でかなちゃん倒せんもん、一体でも倒せんでこんだけランス弾もすっごい分の悪い、さっき言いましたが80いくつか100いくつかなんかのやつで計算してみると、じゃあこれ火で3で足りんってことだもん。かなちゃん1体落とそうとしたら1体ならいいけど、2体3体落としたらもうドボンだもんね。そこちょっと違ったね、まあ余ったコストでやってみましたけど、アッシュで悪くはないけどね。ただ水変とかの可能性あると考えると、ここで安定して構えるわけじゃないところにコスト37はちょっと重いよな、素直に。
っていうのが、ゴークンウーマンがほぼほぼ機能するんだったら3枠何でもいいよって思いますけど、右だとそうですが、ゴークンカータンである程度の自信じゃないけど、まあよっぽどなんか非変ヘビとかなんかおかしなやつがおらん限りは遅延食らったりとかっていうのない限りは、スキルターン間に合って遅延食らわずに行ってね、誤投せずに行って、いやまあそこそこはなんとかかばいきれとる感じだったら、何余ったコストであってお化け入れてさ、あの遅延食らってもさ笑っておれるけどさ、これだと後ろのゴークンウーマンがそんな完璧に機能しとるってわけじゃないのにね、アッシュ入れて、アッシュもなんか不安定だったらみんな不安定だもんねっていうことです。うん、まあな、三枠思ったのはカナちゃん対策、パレンケ対策、まあ、カナちゃんそんなの使った方がいいわ、うん、これはもう諦めた本当に。イベホ対策した方がいいと、使った方がいいということで、今日は使った方がいいならね、素直に、うん、まあ納得いくまでここら辺もやってみました、変えたりとかということで、うん、そうだな、ポディアモズルウーマン頑張れならな、うん、でこれちょっと所定は違いますけどさ、先生これで良かったって言ってくれたんですけどさ、私がやるとそんなに良くないんだわ。でもこれあれだよ、対面で対戦した時にやるだよ、ボコッと私違う構成だったけどさ、遅延くらって何もできずにやるだよなんか完封負けされたよ確か、うん、一応私なりにはいいんじゃねえかなと思ったんですよ。だってかなちゃん出てくるから3000で足らんだったら、もううどんで火力上げて打つしかないもんね、かなちゃん落とすしかないもんね。で 40% かあとうどんアップしてメルクでいきゃパレンケとか落とせるしさ、別に水変あったで当倍になるから吹っ飛ばせるし、そのままギリにいきゃゴー君止めはもうあれだもんね、ある程度右奥取れるもんね。色変でただあれだな、遅延をかわされてるとこあるけど、であとはウーマンでかばってみたいなって思ったんですよ。私はやってみるとあんま良くなかったんですよ。で却下しようかなと思ったらさ、いいって言ってくれて、本当かなと思って、私は良くなかった、使い続けんかったっていうか、うん、組んだだけでそんなにいけるとは思わんかった、なんか、うん、分からんすよ、使い続けたら良くなかったっていう可能性は絶対高いと思うんだけど、瞬間的に良かったかもしれんだけど、うん、2にはかなっとるんじゃないかなと思ったんですよ。セルフガスターがそんな多いわけじゃないし、カナちゃん倒してたのかもね。さ、全く耐久要素が最後しかないからっていうところがあれかな。止めてく止めてく、脅してこ脅してくってことだから、それが失敗したら不利になっちゃうからっていうところがあれかな、デメリットかなと思いますけど、うん、もうちょっとあれだね、別に初手コスト約して最後あれか、スズメ蘇生にしてもっていう手もあれかな。余ったもんでも初手赤キツネにしましたけど、うん、うん、私はあんまりだった、うん、な、まあそもそもゴークンウーマがそんなに綺麗に機能しとったわけじゃないから、砂漠にパレンケ置いてもあれだろうな、うん、うん、どれがあれかなってやってみましたけど、ということでございますということで、そんな感じです。これでも本当にそんなんだろう、最後にこっちにしよういいか、音でチャンチャチャンチャで、あの切断のやつでやっぱあれな、回線不安定な人もあれでさ、疑わしいかなと思ってた人なんか多分おるんだね、あれ。そのコメント見て思ったんですよ。だからああやってこのガチャのさ、これ昨日も言いましたが、この無料ガチャのやつ、回線何不安定状況予想ってやったみたいなっていうのが多分あったんじゃないかな。だからそういう風になったんじゃないかなって。うん、ただそのあれだよね、回線不安定状況を装って、自分が切断してない石なんだけど、切断っぽく、切断したいんだけど、切断してない風に装ってっていうのは多分あるんじゃないかなと思っとる。うん、その反面、この人絶対いつもあれで切断しとんじゃねえかと思う人の中に、実は回線不安定で結構何切断じゃなくてその回線の方の影響で切断されとるっていう人も多分おると思う。その割合は実は自分の想像より多分多いんじゃないかなって、うん、そのガチャバグじゃないけどのコメントとかね、今日のあれとかで見て思った、なんとなくね、うん、
全部が全部その状況を見とるわけじゃないですけどさ、ただ振りっぽい切断のところはなんかあるよな。もう明らかにもう何3枠ぐらいのところでさ、どうしようもならん遅延食らって蘇生されて、何残数さぐるっとつけられて、このまま行くぞっていうところでプズってなると、ああまたやったんかみたいに思っちゃうよね。思っちゃあれだけどさ、決めつけだから証拠があって言っとるわけじゃないけどさって思っちゃうな。ただそんな中にもそういうあれなんだね、回線エラーは多分含まれとんだろうね。1割と言わずもうちょいあるんじゃないかなと思っとる。うん、まあでもただあるはあるだろうな。あの不利なところでもう何そんなんだったらもうやめたみたいな、そういう感覚はあるんじゃないかなと思う。負けてもいいでみたいな、ペナついてもいいで、これ以上やるの時間の無駄だみたいな、もうさなんか他のことしようみたいなっていうようなあれかな、なんか意識になっていくとこはあるんじゃないかなっていう、まあ勝手な想像でございますよ。これでも10月もう最終週だけど、さっきじゃないか、この前あのアップデートがどうなんだろう。あれもあれか、結構あれだよ、ずれ込んどるんかな。なんか HP 昨日かなんかその前も言いましたか、私その予測ダメージかなんかのところもそこまで盛り込んでやるんだったらもっとあれなんだろうね。そのそれがだってついでいっとったってことは、それプロトタイプってことだから、まだまだ多分時間かかるってことだもんね。まあ楽しく気長にお待ちましょうかって結論でございますので、まあ終わりましょうか、そんな感じです。うん、まあ、ゴークンカードはちょっとあれだね、今後のはなんか新しいテンプリに入れてもいいかなって、うん、素直に思いました。種類が増えていくとあれだよね。カナちゃんがおった影響もあるだろうね。またカナちゃんが亡くなったらあれだろうね。全然変わるでしょうね、ここら辺のところもね。いつもの水が多くて、ね、ポディアとかの方が引っかかりやすいとか、とか、山漠に宇和島とかスズメを置いたりとか、っていうのもあれかな。面白いは面白いですね。難しいね、ほんとに。競馬のババイオみたいなね。そんな感じでございます。終わりましょうか、ということで。はい、ということで、そんな感じ、終わり。